オーナー、なんかおもろいの。縁竹縄でございますが、そろそろお時間です。楽しいひとときが名残惜しい、そんなあなたにラストオーダー。今日はカゲシーが好きなことを好きなように自由に話すカゲシースタイル、はい、さあ今日もありますよこれね。今日はどんなお話でしょうか。今日は私カゲシー的に行ってよかった神社ベスト3。神社好きなんですよね。そうなんですよ、神社大好きで、私去年神社検定にも挑戦して3級取りました。すごいじゃんそれな。1級まであるんで、まだ一番級低いんですけど、321で毎年取りたいなと。すごいすごい。そうなんですよね、うん、でよく静岡県内県外問わずもういろんな神社に行くんですけど、今日は私が行った中で、あ、すがすがしかったなって思ったりとか、行って楽しかったなって思った神社を3つご紹介しようと思います。なるほど。まずこちら、東京赤坂にある赤坂氷川神社。ああ、はいはいはい、はい、行ったことありますか。赤坂に泊まった時に、うん、その赤坂から六本木まで歩いたろうと思って。あ、はいはいはい、結構距離あるけど歩いてたらあるとこだよね。そうなんですよ。はいはい、わかるわかるわかる。赤坂駅からあの坂を登って、そう10分15分くらいしたところにある神社なんですけど、うんうん、東京六本木の内神様になっています、はい、で昨日ね野次さんに私教えてもらったんですけど、氷川きよしさんの名付け親なんだよって。あ、氷川神社から来てるんだねやっぱりね。そうって言ってました、うん、野次さんが、うんうんうん、でこの赤坂氷川神社なんですけど、厄除けとか縁結びの信仰がすごく熱い神社で、高層ビルが立ち並ぶ大都会の真ん中にあるのに、うん、もう木が生い茂っていて、うん、すごく自然豊かすがすがしい神社です。で社殿がとっても立派。東京大空襲とか関東大震災を免れて、その姿を今でも残して。あ、そうなんだ。ずっと昔からある社殿なんですって。東京都の重要文化財になってるんですよ、うんうんうん、でお守りが私すごく好きで、この赤坂氷川神社に大イチョウの木があるんですけど、この大イチョウの木もこのいろいろな災害を免れてというか、東京大空襲で幹が焼けちゃったみたいなんですけど、それでもまだ木が生い茂っている。すごいね。パワーがある木なので、それをモチーフにしたお守りがいっぱいあるんです。それがこれ仕事縁守りっていうのを私買ったんですけど、お守りの柄が大イチョウなんですよ。ほんとだね。そう、ご神木みたいになってんだね。そう、ご神木みたいになってて、やっぱ大イチョウの葉っぱって末広がりじゃないですか。そうね。だからそのモチーフがすごく好きで、イチョウはね、アヒルの足から来てるんですよ、はい、語源は。え、そうなんですか。中国でアヒルの足のことをイチャオ、イチャオって言うんですね。イチャオ。だからイチョウはアヒルの足に似てるでしょ。確かに。形が。私アヒル好きなので。うん、そう。なアヒル顔だし。アヒル顔みたいな。ペコちゃん顔だしな。ペコちゃん顔好きなんで。そう、自分に当てはめて考えてしまう。なるほどね、いいねこれ。そう、赤坂氷川神社、ぜひ行ってみてください。私この間、山かなさんと一緒に行きました。あ、本当？あ、東京で会って。そうなんです。東京で会って、仕事運上げる神社行こうって言って二人で。ねえねえ、っていうかさ、うん、お守り持ちすぎじゃね？これいくつも。それお守られすぎじゃない？うん、お守られすぎ。めちゃくちゃお守られてるじゃん。え、今机の面に20個、10個、15個置いてあるんですけど、これだけじゃないです。まだあります。まだ。はい。お気に入りの15個くらいは今机の上に並べ。すごいな数。花園神社のお守りとか、あ、新宿、新宿の、あと東京大神宮に、富士宮の浅間大社に、成田山に、どこ、千葉の、ね、はい、いろいろあるんですが、すごいな。そうなんですよ、そんなパワーをいただいてます、はい、続いては2つ目の神社も行きましょう。厳島神社です。おいいですね。広島県宮島の、これ去年の秋にそれいいねのロケで厳島神社に行ってきて、現地のツアーガイドの方に案内してもらったんですけど、なんか特に交通安全にご利益がある神社って言ってました。あ、そうでしたっけ。うん、で厳島神社って言ったらもう大きな鳥居だと思うんですけど、ね、はいはい、私ちょうどロケの時に干潮の時間帯で、うんうん、えそばまでそう行けたんですよ、うん、でみんなあの大きな鳥居の柱に、うん、なんかしがみついて写真撮るよな。そうそうそう、そう、私もしがみついて写真撮って、うん、これはご利益あるのかなっていうはてなはてなはてなって思ったんですけど、まあ
抱きついてきました。あれでもさ、厳島神社ってまあ観光として行っても楽しいしね、はい、めちゃくちゃお店いっぱいあるしさ、そうそうそう、広島駅からあそこに行くまでもなんか海沿いで楽しいしね、うん、うん、パワーをもらえた気がしました、うんうん、あと宮島の島っておとなしいっていうか優しい鹿多くないですか、うん、あ、奈良の鹿よりはあんまり人にガツガツしてこない。なんか私奈良中学の修学旅行で行ったんですけど、うん、友達が制服破られちゃって、お、裾、なんかスカートの裾をビリって、お、それがなかった。宮島の鹿は何の話してるの。まあ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 、でも優しいんだろうな。優しいです、うんうん、そして私のお気に入りの神社最後こちら、はい、浜松市の秋葉山本宮秋葉神社です。あ、もう素晴らしい。これもそれいぬのロケで行きました、うんうん、秋葉神社のご祭神、日の家具土の大御神という火伏せの神様なんです、はい、高いところにね位置していて、標高866メートルのところに本殿がありまして、雲海が見えてすごく綺麗なんですよね。私が行った日お天気超悪くて雲しか見えなかったんですけど、残念。逆に幻想的でよかったです。なるほど。で、私のねお気に入りのお店、秋葉茶屋っていうお店知ってますか。秋葉さんの本殿に行く道にある神社、神社じゃないお店なんですけど、そこで食べる椎茸そば、うん、すんごく美味しかったんです。あ、本当。そう、ぜひ食べてほしい。食べた。超分厚くて、うんうん、びっくりするぐらい大きな椎茸が乗ってて、食べ応え抜群。食べたことある人いますかね。それも秋葉神社じゃなくてそばが美味しかったっていう話じゃない。そばも美味しくて好きな神社。もうちょうど今の時期ね行くと体冷えちゃうと思うので、ぜひ皆さん椎茸そばで。グルメコーナーなってた最後。まあいいですけど、はい、そんなグルメも楽しめる神社ですよ。とっても楽しい神社巡り、ぜひ皆さんもやってみてね、はい、以上ラストオーダーでした。